けられてですね、ということでなかなか大きな声に見えますが、実際は公園と庭園に分かれております、はい、右側前方、これがマーブルアーチですね。もともとですね、女王様の、女王に即位したときですね、その記念式典のために、バッキンガム宮殿、今の女王様が住まいのところですね、その、目の前に建てられたんですけれども、残念ながらですね、ちょっと設計ミスがありましてですね、女王様の場所が通れなかったんですね、ということでですね、使えないということでこちらに移されてしまって悲しいものですけれども、はい、マーブラッチですね、右側前方、これがオックスフォードストリート、まっすぐ行きますとオックスフォード通りですね、はい、目抜き道具となります、はい、そして左の方に曲がりまして、またひたすら北の方へと向かって、いただいておりますが、こちら GR ロードテリトリーですね、バスの方も走っております、バスの方も向かいましたでしょうか、こちらですね、赤い2階建てのバスとなっておりますが、去年ですね、こちらの旧式のバスがもう廃止になってしまいまして、新式だけになってしまいましたが、旧式のバスは後ろが空いておりまして自由に乗り降りができたわけですね、はい、ただちょっとあの新商社の方に不便であるということでですね、廃止になりまして、そしてですね、新式のバスに取って変わりましたが、はい、ということで、今日運転手さんちょっと変わったところを通っておりますが、右の方へ回りましてですね、はい、こちらオックスフォードストリートの裏の方にですね、通りとなるわけですが、この辺りもですね、なかなかいい建物が多くあります、はい、赤レンガですね、この左側なんかもいい建物ですが、はい、ジョージストリートなんて書いてあります、もうお気づきだと思いますが、こちらの道はすべてですね、道の名前この白いですね、プレートで、通り名が書いてありますからね、かなり分かりやすいですが、住所など書くときもかなり簡単ですね、数字のですね、例えば5のセイモーストリート、ロンドンですね、あとは郵便番号で終わっている形ですが、はい、そうですね、今左側の方もですね、赤レンガで綺麗な建物がありますけども、この辺り一等地ですね、中心の、もちろん住まいにされている方もいらっしゃればですね、このようにお店の、方法という方も、それからオフィスとして、ね、使われている方もいらっしゃればと思いますが、はい、でこちら市内中心になりますので建物がですね、みんなつながっております。見てお分かりの通り、建物がみんなつながって、おりますが、これは郊外に行くとだんだんと離れてまいりまして、またですね、この途中で見ていただくんですが、デタッチ、セミデタッチハウスというのが、ね、まあ、最初に見えてきます、2軒を1軒にしたですね、形、2戸を1軒で取られてね、2つのですね、家庭が入っておりますけれども、建物自体は1軒ですね、そういった建物、それを過ぎるとですね、一軒家の方が見えてくる。